えー、今回ですね昭和40年代50年代60年代ぐらいを中心とした、まあ、私たちアラフィフ世代の少年時代漫画というものがね私たちの正義感や夢を作ってくれた、まあ、そんな気がしますよねしまいには恋愛観もなんか漫画に依存してたような気がしますねなんか気は優しくて力持ちみたいな感じで、まああの喧嘩には強いが女に弱いみたいなねこんなキャッチコピーもありました、はい、そこでですね 小学校の時に読んだ漫画コミックボンボンなんですけどもノクさんボンボンといえばね太陽の牙ダグラムそして装甲騎兵ボトムズ重戦士エルガイムそれからダンバイねえ聖戦士ダンバイ、この辺がね連載されてましたねで近年では2000年代だったらロックマンとかっていうのも有名だったと思いますし結構ねあのー、メジャーな漫画があなんか連載されてたわけなんですよ で、私の好きだったのはねジャイアントゴーグみたいなのありますけどもそのアニメをコミカライズしてコミックボンボンはまあ支えられていたっていうのとあとはアニメにはならなかったんだけども、うん、なんかねこうやっぱアホーガンよみたいなのがあったりとかでコロコロコミックだと何「ゴリポンくん」っていうのがありましたよねあれもなんか何、うん、て言うかねあのギャグ漫画としてはなかなかあの,あの時の年代にはすごくウケたみたいなねちょっとこう下ネタみたいなのが出てきたりとかしてうん まあギャグを、ね、覚えちゃ学校で披露してたような覚えがありますよね、うん。それからコロコロコミックといえばやっぱりドラえもんがビッグネームその他ねかの必ずそのボンボンにしてもコロコロにしてもちょっとお色気系のが1個ぐらいあるんですよね。<laughs> まあその漫画家さん今どうしちゃったんでしょうかっていうことなんですがボンボンそしてコロコロボンボンは廃刊になったと、ね、いうことで教えていただきましたけどもあのその他ね 私たちが10代を駆け抜ける頃っていうのはいろんんな雑誌が創刊されたと思うんですよで。それこそね景気が良くなって、えー、編集部から独立とかねそれから漫画家さんも増えてきたんでそれを受け入れる雑誌っていうのが必要になってきた部分もありますしそのいろんなね、あのー、ジャンルも分かれていきましてで私はマージャン雑誌っていうのをよく買うようになったのは中学生だったんですけども最大で7種ぐらい出てたんですよ。 でマージ,ャンジャッシーっていうのは単行本化が非常にされにくいものなんで読んで終わりなんですよねで久々に読みたいなと思っても今手に入らないんですよで雑誌自体もないんで発行部数がそんなになかったですからだから本当にね難しかったですね今はんなんかこう記憶を探るぐらいで検索してもタイトルすら出てこないみたいな感じがあって非常に貴重な時を過ごしてもらったかなと思います思えばですねそういうふうなあのファンは少数だけどもものすごく ファンの間では名作と言われているものががが今あ、全然っっててここないっていうところが悲しさがありますね。で、結構ねニッチななのが好きな人っているんですよ。誰もが目を向けないような発行部数の少なくって人気のないようなものでねたまたま自分がすごく好きになっちゃったみたいなのあるんですよねさあ今回はですね「機動戦士ガンダム」というアニメシリーズの中でアニメっていうのは43話で構成されていたんですけども俗に言う捨て替えっていうのがねあったらしいんですよ。 機動戦士ガンダムも1話から43話までずっとね全部見なければストーリーがわからないってもんではなくて別になくてもいい回いっていうのがね必ず挟まっていたんですよえそれはですね「機動戦士ガンダムが」が、まあ、全国ネットで放送される時に地方で、えーまあ、あのいろんな細かいねイベントやお祭りがあった時にその捨て替えを抜いてですね全43話なんだけども 1> 1話2話3話4話ぐらい抜いても大丈夫なようにセレクトしてお届けするみたいな感じでね、まあ、いわゆる中央では放送されてるんだけども地方では放送されてないでも進行状態は全国一律一緒ですよみたいにして最終回を全国一斉でボーンとね43を埋め込むみたいな感じで,で捨て替えってのを何か作ってるところがあるんですよねそれは「機動前史ガンダム」でも捨て替えっていうのがあって主には登場人物とのスピンオフとかちょっと橋休めみたいなね、えー、小さなエピソードをやるわけなんですけどもその中でね うん、いわゆるねもう捨て替えなんで絵もズタボロ、ストーリーも適当しまいにはなんだこりゃみたいな感じでファンも離れていくみたいな話があるんですよそれがね第15話「ククルスドアムの島」ってやつなんですよねでこれはファンの間でもお笑いにしかならないような回だったんですけどももういわゆる作画崩壊っつってねもうめちゃくちゃなんですよガンダムもめちゃくちゃ書かれていて構図も悪いしね何もかもよくないみたいな辻褄も合わないみたいなね ストーリーリもも脚本めちゃくちゃゃくなんですよねでそういったのがなんか悪すぎて印象に残っていてたまに話題になっていたんですけどもなんとこの度ねなんかそれが劇場公開されるというねまあ、その噂はずいぶん前からあったんですけども実際にそれが2時間ものになってね当時だから30分の CM インですから20数分のものがなんと2時間ものになってしかもこれがすこぶる評判がいいと、まあ、リメイクの力だなと思います。 つまりは、あそこでは予算の関係とか人員の関係でうまく表現できなかったことを、本当はこういうメッセージを伝えたいんでってことで、今ね、再度リメイク版として登場する。しかも声優さんも当時の人がかなり使われてるということで、いやー、だからね、10歳前後で見ていた私がね、この年になってね、40年の時を経て、同じ声優陣で見ることができるというね、この感動ですよね。だからなんか思いは時を超えるんだなと思いました。これが今日の 動画のまとめですよね思いは時を超えるんですよ思えば幼い頃に憧れたナイトライター今ではテクノロジーが追いついてそのレプリカを一般人がお金さえ積めば手に入れられるようになりましたですので幼い頃の憧れってこのアラフィフの時にね叶えられるものが多いんですよねでも残念ながらいろんな事情でアラフィフになったからこそ、まあ、そんな子供の夢が終えないっていうところもあると思うんですよ、うん、でもなんか、ね、こう憧れって なななんんか捨てたくないなと思うんですよねまさに漢字で書くと憧れっていうのは「子どもの心」って書く「わらしの心」って書くというふうに言いますけども、うん、多分、まあ、少年の心とまでね綺麗な言い方はしませんけども、うんまあ、幼い頃になんか紐解けていなかったなんかね自分の思いとか達成されなかったなんかエピソードとかね今型をつけれることが結構あるのかなと思うわけなんですよ。 まあ例えば幼い頃にいつかお父さんお母さんを楽させてやるんだといえば今できるかもしれないですしそれからね自分の憧れれた職業にいいてるる人もいるかもかしれません中にはまだ夢の途中で失ってないくすぶりかけた気持ちをね高めている途中の人もいるかもしれないそれはそれでまたねあの気高いことだと思うんですよでまたね大人になってみたらいろんな現実が分かって方向転換してその道で再度一花咲かしていこう二花咲かしていこう。 要するに子どもの憧れとは全く違ったんだけども今だからこそを目指せるものがあるっていうの、うんまあ、そういうのを見つけた方も素晴らしい人生になるんじゃないかなと思います。いろいろとね、あのー、申し上げましたけども、あのー、やっぱりこう今から持てる憧れっていうのもねあると思うんですよ。なぜなら私たちが幼い頃は定年が55歳って設定されてましたしまあ人間の平均寿命なんて70歳代だろうと思われてたんですけども実際にこの年になってみるとね なんか人生100年時代みたいなことを言い出して2人に1人は100歳をいくみたいなねとなるとまだね私は人生の入り口に立ったというふうな言い方もできるんじゃないかなと思うんですよ、まあ、ですんで健康に気をつけて周りの人を大切にしてね幸せな状態を作りながらそして世界の平和を目指すっていうのも、まあ、その通りなのかなと思いますうん、なんかね幼い頃は東西冷戦って言って、まあ、戦争とか戦いとかをねなんか題材にしたものが多かったんですけども うん、こうやって今見てみるときっと、うん、当時の漫画本っていうのは平和の中でねお互いを高め合ったりとかあそれから多様性を認め合ったりとかなんかこう爽やかな恋愛をしてみたりとかそういったドラマが増えてんじゃないかなと、まあ、今ねあのヤクザ映画とかね突っ張り映画が多分あんまりないと思うんですよ、うん、それも時代を反映してるのかなとあぶっ込みの卓とかね昔暴走族の漫画ありましたしバリバリ伝説みたいなね 車で走るようなねそんな陶芸族みたいな話もありましたけど今そういううのトントン受けなななないいいしんんじゃないかなと思うんですよいやそういうのを見るとね時代が変わり憧れるものもみんな変えていったんだなというところでございますちなみに今「釣吉三平」みたいな漫画ってありますかねちょっとはないような気もするんですよねはいということで昭和の時代の漫画とそれから暮らし文化そういうものと今私たちが直面しているものってのはだいぶ変わってきたなと当たり前ですけどね うん、その変化をこれからも楽しんでいこうと思います億万長者合宿じゃんかったアラフィフなんちゃって億万長者合宿第十四話でございましたテーマは憧れです